2024年第1回大人の休日クラブパスが5月20日から発売となりました。利用日の1ヶ月前から前日までの発売となります。第1回の利用期間は6月20日から7月2日までの13日間です。東日本版の対象エリアは JR 東日本全線と7つの3セク施設です。今回は東京起点で日数別旅行プランの後編で乗り鉄メインのプラン5線プラスアルファです。それでは早速ご案内していきましょう。乗り鉄メインのプラン1は日本海縦貫秋田内陸縦貫の日帰り旅です。このプランでは大人の休日クラブパスでは乗れない他社線区が含まれます。スタートは朝一番の上越新幹線時301号で新潟へ、新潟では同一ホーム乗り換えで稲穂1号秋田行きに乗り継げます。秋田からはスーパー津軽1号で鷹の巣へ。ここから大人の休日クラブパスでは対象外ですが、第3セクター秋田内陸縦貫鉄道急行森吉3号に乗り換えます。この路線は国鉄時代は現在の紀州店からそれぞれ出ていた盲腸線でしたが、第3セクター転換後に両線が結ばれ壮大な縦貫鉄道が完成しました。終点の角館では接続よく秋田新幹線小町38号に乗り換えられ一路東京に帰ります。お疲れ様でした。乗り鉄メインのプランには信州越後乗り鉄周遊日帰り旅です。このプランでも大人の休日クラブパスでは乗れない他社線区が含まれます。スタートは新宿八時ちょうどのあずさ5号です。このあずさ号は定期列車では唯一松本から大糸線に乗り入れます。終点の南小谷は JR 東日本と西日本との境界駅で、この先は大人の休日クラブパスの圏外となります。 JR 西日本の列車とは接続よく、大糸線終点の糸魚川には13時6分に着きます。糸魚川からの越後ときめき鉄道日本海翡翠ラインも大人の休日クラブパス圏外ですので追加料金が発生します。 JR 北陸本線から移管された路線のため複線電化の幹線規格ですが、車両のほとんどは1両の機動車です。直越駅での乗り換え時間も短く、大人の休日クラブパスで乗れる第3セクター北越急行北北線で途中の十日町に向かいます。この路線は北陸新幹線の開通前までは北陸方面へのメインルートで、在来線特急では最高速度で走る特急白鷹号が頻繁に行き交う花形路線でした。北陸新幹線開通後は他に漏れず凋落ぶりは否めません。飯山に向かうための十日町での乗り継ぎ時間は1時間以上あり、ちょうど良いブレークタイムとなります。飯山線は只見線と並び冬場の豪雪地帯を走る路線として知られ、県境付近の森宮野原駅は JR 日本最高積雪地点を示す標柱が見られます。飯山からは北陸新幹線白鷹72号でそのまま帰れますが、フリーパスならではのメリットを生かし、食料の仕込みなどで長野で一旦下車し、全車指定席の最速達列車である輝き514号に乗る選択肢もあります。終着東京には20時23分に着きます。乗り鉄メインのプラン3は三陸沿岸を北上する1泊2日の旅です。
プランさん、1日目は東京7時16分発のはやぶさ101号で一関へ、大船渡線に乗り換え、気仙沼に向かいます。三陸鉄道の南端、盛間では震災でバスに生まれ変わった鉄道路線跡を走る BRT に乗車します。盛からワイオイオ三陸鉄道一気通貫の旅の始まりです。釜石での宿泊がちょうどいい時間となります。2日目は釜石から三陸の旅再開です。三陸鉄道は JR 山田線を引き継いだことで国内最長距離の第三セクター路線になりました。北端の久慈までは乗り換えなしで一気に北上します。久慈で JR 八戸線に乗り換え、終点八戸で三陸北上作戦の任務終了です。八戸からははやぶさ32号で帰路に着きます。お疲れ様でした。乗り鉄メインのプラン4は視聴者様からのリクエストにお応えし、在来線特急観光列車乗りまくり2泊3日の旅です。視聴者 C 様はなるべく新幹線を使わない特急や観光列車の2泊3日の旅を希望されてます。そこで当チャンネルでは全乗車距離の約7割が在来線のプランを考えてみました。プラン4、1日目は JR 東日本の在来線特急最長距離を走破する特急日立3号でスタートです。新幹線なら1時間半の東京仙台間を太平洋沿いの常磐線を約5時間かけて走ります。仙台からは秋田新幹線小町で一気に秋田へ移動です。盛岡から秋田までは在来線を走るミニ新幹線ですので、この区間を在来線として換算すればさらに在来線乗車の比率が高まることになります。1日目は早めの到着で秋田宿泊です。プラン4、2日目は人気の観光列車リゾート白神に乗車します。白神山地や日本海側の千畳敷など乗っているだけで絶景が楽しめる列車です。弘前でスーパー津軽2号に乗り継ぎ、秋田に戻り稲穂14号で再び日本海沿いの車窓です。終点新潟には少し遅めの20時21分の到着で、この日は新潟駅の近くに宿泊です。プラン4、3日目は新潟7時37分発の特急白雪2号で上越妙高に向かいます。直越からは第三セクター越後と木目木鉄道妙高羽馬ラインに入ります。上越妙高から長野までは北陸新幹線白鷹558号でつなぎ、さらに特急しなの10号で松本に向かいます。松本からは本プランのラストランナー中央線特急あずさで帰路に着きます。まだ時間が早いので城下町松本を観光する時間も十分あります。3日間お疲れ様でした。乗り鉄メインのプラン5は東北ローカル線乗りまくり3泊4日の旅です。プラン5、1日目は秋田までの行程はプラン1と同様で、時301号と稲穂1号を乗り継ぎ、新潟経由で秋田には11時57分に着きます。秋田からは五能線を走る観光列車リゾート白神5号に乗り、終点の青森には19時38分着です。この日は青森駅付近に宿泊します。2日目は朝早いスタートとなりますが、まずは大港線の走破です。大港線は JR の他の路線とは接続していない
飛び地路線ですが、第三セクター青い森鉄道が大人の休日クラブパスで乗れるため、その実感はありません。大港折り返しの快速下北は、青い森鉄道八戸まで乗り入れます。八戸からは、三陸海岸沿いを南下するルートで、JR 八戸線、久慈江、三陸鉄道北リアス線を乗り継ぎ、宮古には15時49分に着きます。宮古からは、1日3本しか走らない、長官山ローカル線である、山田線盛岡行きに、わずか5分で乗り継げる、絶妙のダイヤです。2日目の宿泊地である、終点盛岡には18時21分に着きます。プラン後、3日目は、新幹線はやぶさ108号で北上へ、9時55分発、北上線快速で終点横手には、11時9分に着きます。横手からは、奥羽本線普通列車で新庄まで、新庄からは、陸羽東線に乗り、小牛田へ、約1時間の待ち時間がありますが、石巻線で石巻へ向かいます。石巻からは、本日最後の列車、仙石東北ライン快速に乗り、仙台には18時51分に着きます。3日目は、東北の中心都市、仙台に宿泊です。プラン後、最終日は、新幹線やまびこ130号で郡山駅へ、快速会津1号に乗り継ぐと、会津若松には11時21分に着きます。会津若松からは、これも完走する列車は、1日わずか3往復の長大ローカル線、只見線の全線走破に挑戦です。只見川沿いの風光明媚な路線ですので、4時間半の乗車も楽しい乗り鉄旅です。終点小出から新幹線の乗り換え駅である浦沢では上越線で約10分です。18時53分発の時338号に乗り継げば東京到着20時12分です。東北ローカル線乗りまくりの旅4日間お疲れ様でした。最後にオプショナルプラン、視聴者様リクエストから、東北乗り鉄、温泉三昧、4泊5日の旅です。視聴者 D 様は、乗り鉄旅をしながら、駅近くの温泉巡りを希望されています。当チャンネルでは、ご紹介したプラン号ベースに温泉に立ち寄って、東北を回るプランをご提案させていただきます。1日目はプラン後と同様に時稲穂リゾート白神を乗り継ぎ青森に向かいます。この日は青森駅近くに宿泊です。駅近くには青森町中温泉青森センターホテルが日帰り入浴でも宿泊でもおすすめです。2日目は青森駅から青い森鉄道で約20分の浅虫温泉に立ち寄ってから先に進みましょう。駅近くの日帰り温泉ユーサー浅虫がおすすめです。浅虫温泉11時8分発の八戸行きに乗れば八戸からはプラン後の2日目の行程に合流できます。八戸線三陸鉄道リアス線山田線を乗り継ぎ盛岡には18時21分到着です。この日は盛岡宿泊です。3日目もプラン後同様に盛岡9時6分発はやぶさ108号で北上乗り換え北上線に乗りますが当プランでは10時39分着のほっとゆだで途中下車です。この駅は鉄道ファンには温泉併設駅として知られており乗り鉄温泉旅には欠かせないスポットです。次の列車までは4時間近く空きますがここはゆったりと日帰り温泉を楽しみましょう。
ホットユダ14時26分発の横手行きで横手14時55分着、15時2分発、奥羽本線新庄行きに乗り継ぐと、新庄16時27分に到着です。この日は新庄界隈に宿泊です。4日目は、新庄、9時58分発の陸羽東線に乗り、鳴子温泉で途中下車です。ここは東北でも知名度、規模で有数な温泉地で、しかも駅から徒歩圏内に数多くの日帰り入浴施設が選択できます。14時10分発の列車で小牛へ、小牛から東北本線普通列車に乗り継ぐと、仙台には16時19分に到着します。この旅最後の夜は東北最大の都市仙台です。最終5日目はプラン後の5日目をたどるのもよし、ご自分の好みに合わせて様々なルートを検討してみるのも楽しみの一つです。大人の休日クラブパスを活用した乗り鉄プランはいかがでしたでしょうか。なお、ご案内しているダイヤ料金は2024年5月現在のもので、万が一間違った情報があればご容赦いただき、コメント欄でご指摘いただければと存じます。コメント欄へのご意見、旅行プランのリクエスト、およびチャンネル登録いただければ幸いです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。